バイエルン・インゴルシュタット公国は1392年から1447年まで新生ローマ帝国に存在した両方国家。1375年のシュテファン2世の死後、シュテファン3世、フリードリヒ、ヨハン2世の3人の息子がバイエルン・ランツ・フーッド公国を共同統治した。17年後、兄弟は公に医療の分割を決定した。 ヨハン2世がバイエルン・ミュンヘン公国を、シュテファンがバイエルン・インゴルシュタット公国を新たに創設、フリードリヒが引き続きバイエルン・ランツフート公国を統治した。1413年にシュテファン3世が死ぬと、ルートビヒ7世は父の位を継承した。1429年にバイエルン・シュトラウビングがバイエルン・インゴルシュタット公国に合併された。 ルートビヒ7世の治世は、息子のルートビヒ8世が1443年に散脱するまで続いた。ルートビヒ7世の身柄は、バイエルンラントフーツ公、ハインリヒ16世のもとに送られた。ルートビヒ8世は一連の政変の後2年後に没した。またルートビヒ7世は、囚われのみとなった。果たして後継者がいなくなった、バイエルン・インゴルシュタット公国は、 バイエルン・ランツフート広告に編入された。バイエルン・インゴルシュタット広告は、バイエルンの多様な飛び地からなっていた。首都は、インゴルシュタットに置かれ、それには、シュローベンハウゼン、アイハッハ、フリートベルク、ラインアムレヒ及びヘフヘシュテット・アンデア・ドナウが、含まれていた。加えて、バイエルン・インゴルシュタット広告は、以下の都市を含んでいた。ありがとうございます。